はい、寝ても覚めてもミキリンワールド、メディコムトイのエヴァンゲリオン手に入れることができました。こんな感じです。大きいです。でさっきの覚醒、初号機の覚醒バージョンで、こっちが初号機ですね。これでかい、でかい、満足です。でこれ、エヴァンゲリオンワンフェス2020のだけの限定品とのことです、ね、ちょっと映画の公開に合わせたらしいんですが、まあ、延期になっちゃって、まあ、今だともう公開終わってるとこなんですが、普通であれば、まあ、終わっちゃったということで、終わっちゃってまだ公開してないですね。でもワンフェスのエヴァ良かったです。ほとんど男性でしたけど、女性が10か 20% ぐらいでしたね。 20% ぐらいかな。ありがとうございます。